二人が、忍ぶ伝は、小川良一による、漫画作品、及び、それを原作とする、テレビアニメ。月刊コミック電撃大王に2000年8月号から2006年3月号まで、連載された。コミックは、メディアワークスから発売されており、全4巻。2020年6月26日から続編。二人が、忍ぶ伝プラスが、ウェブコミック配信サイトのコミックニュータイプで、 連載している。また2020年9月2日からニコニコ性画でも公開しているほか、コミックカッカーでも公開している。路ジで天然ボケな見習い忍者、忍のと、正体不明の生物、音速丸が起こす騒動をユーモラスに描いたギャグ漫画。ストーリーテリングよりも1コマごとのコアで、マニアックな小ネタの情報量で読ませるタイプ。ユリ的な雰囲気になる、美少女、謎の生物、 漫画やアニメなどに関するオタク的な会話、色っぽいお母さんなど、小川良一の漫画の特徴とも言える設定が随所に盛り込まれており、そういった要素は2004年7月にテレビ屋にめかされた、際も多分に反映された。庭構成の忍者、キャンプ肉の巻きと最終回以外は1話完結。作者によるタイトル原案は、サザンが、くの一、二人が、 忍伝だったが、長いと、却下されて、サザン学の位置の部分が省略された。サスケが、主役の話のタイトルが、サザンが、サスケ伝なのはその名残。声優の欄は、原作版ドラマ CD、テレビアニメで表記し、表記が、数と分の場合は、アニメの声優とする。各巻冒頭には、書き下ろしのオリジナルエピソードが収録されている。 電撃コミックス 3X メディアワークス2002年2月 ISBN4 から8402206892003年4月 ISBN4 から8402236532004年9月 ISBN4 から8402281592006年5月 ISBN4 から8402から 3468X ドラマ CD には市場通販された 原作版とアニメ化に伴い先行販売されたアニメ版、ファンディスク版の3種類がある。原作版とアニメ版では担当声優が音速丸役の若本の夫以外異なっている。ファンディスク版はアニメ版と声優は同じである。忍法ドラマ CD2 人が忍伝、ブルーム2003年5月ナレーション、小林清フロンティアワークス初回限定特典として、 各館にボーナストラックが収録された。忍とカデの2人が、ラジオで2004年6月、夏だ。忍だ。ドラマ100連発祭り。2004年7月、2人が、忍でん、ザ・ムビー、忍の,の地底忍者伝説マイナス2004年10月ハッピーネット特典映像 DVD と、ドラマ CD の2枚組、2人が伝、忍でん。 オーディオドラマ劇場2005年4月29日、アスキーメディアワークスの携帯、電撃モバイルでは、2人が、忍ぶでんぷにぷに、というミニゲームが配信されていた。2004年7月、独立 UHF 局他で、放送開始。全12回放送だが、1回放送分での、A パート B パートはそれぞれ別の話となっているので、エピソードとしては、全24本からなる。 なお、CBC では、オープニングの制作が間に合わず、第1話のみオープニングを未完成のまま放送していた。オープニング映像では、推しそっくりの黒い忍者及びサスケそっくりの紫の忍者たちが登場し、忍ぶたちと激闘を繰り広げるが、本編には全く登場しない。音速丸による、スーパーハンサムボーイ音速丸などのナレーションも、本編の内容とは無関係である。 本編中には、原作者の別漫画、ゲノムのキャラクターがたびたびゲスト出演している。第4話 A パート冒頭の原作者本人の、作画であるカレンダーに描かれたイラストには、LL、パクマン、小林所長、ダクエル、ナッチャンが、第5話 B パートの射的屋台には、LL、パクマンが、第6話 A パートで、忍ぶとカエデが遊んでいる対戦格闘ゲームには、パクマン、 バッタ16世が第7話 B パートで忍ブの撃ったホームランボールが着地した地球から14万8000光年大マゼラン星雲バーナード星系第2太陽系第4惑星にはパクマンがそれぞれ登場する北米でも忍者ナンセンスザレジェンドオブ忍ブのタイトルで DVD が発売された二人が忍殿サウンドトラック ソングスフロンティアワークス2004年9月2人がシノブデンプラスに関するカテゴリー。ありがとうございます。